さんこんにちは。バレエコードはない方が良い初心者のためのギター教室。音楽を奏でる楽しさを一人でも多くの方に知っていただきたい、秋田です。イエーイ。今日ですね、スマップで世界に一つだけの花、これをねやってみたいと思います。この動画を最後まで見ると世界に一つだけの花バッチリ弾けるようになっちゃいます。もちろん練習していただく必要はございます。このチャンネルでは F とか Bm とかね、難しいコードをですね、簡単なコードに変換したり、そもそも簡単なコードしか出てこない楽曲をチョイスしてレッスン動画としてアップしています。ぜひチャンネル登録お願いします。それではスマップで世界に一つだけの花、デモ演奏行ってみたいと思います。どうぞ。Thank you.
レモネさん見ていただきました。今回ね、カポを2につけています。カポを2につけて G の構えで行くことで、スマップさんの世界に一つだけの花、同じキーでね、できますので、原曲を聴きながらコラボすることができます。カポについてはここにリンク貼っておきますので確認してみてください。はい、それではね、出てくるコードを確認します。まずは G、 Em、 D、 C、 B7、 A、 F メジャー7、D サス4。押さえ方はですね、説明欄に貼っときますので、押さえ方はそこから確認してみてください。ではですね、クールバージョンで使っているストロークの説明なんですけれども、もう全般的にジャンジャッカ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 ですね。1と2と3と4と1の音と3の音を弾かない、ジャンジャッカジャンジャッカ、んとね、発音弾かない、じゃんじゃか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 ですね。ナンバーワンになれなくてもいい、もともと特別なオンリーワンね、じゃんじゃかじゃんじゃかってやっていますので、覚えていただいて練習してみていただけたらと思います。それではですね、クールバージョンの方行ってみたいと思います。何回もね、繰り返してみて練習一緒にしてみてください。どうぞ。
はい、今日はですね、スマップで世界に一つだけの花をやってみました。皆さんが弾けたよとかっていうのがね、すごいね、嬉しい、僕の励みになるのでね、コメント欄バンバン書いていただけると嬉しいです。あとですね、まあリクエストとかもね、コメント欄にいただいてますので、拾い上げていきますから、なるべくね、やろうと思うんですけど、なかなかね、やりきれない時もありますが、なるべく拾い上げていくようにしていますので、皆さんね、リクエストもコメント欄に書いていただけたらと思います。初心者のためのギター教室、入校はチャンネル登録からですのでね、ぜひぜひチャンネル登録をしてください。皆さんがより楽しくギターライフをエンジョイできますように、今日もありがとうございました。バイバイ。